仕事は楽しんでやりたいことで生活できるようになっていくために超大切な一つのアドバイスがあるんですよね。まあ、正直言ってやりたいことで生きていこうって言ってわーやりたいぜこれやってみたいなっていう人はよく聞いてください。本当に大切なアドバイスなんでね、これ本当にね、僕ね15年前にこのアドバイスをね聞きたかったです。でいや大好きなことなんで生きていけるわけねえやろね、そう思ってる方、いや別にこのビデオ見なくていいぜ。でも現実的に考えていくと、どうやったら大好きなことで生きていけるようになるのかっていうことに興味があったら、ぜひ見ていただければ幸いです。Alright, so let's start. OK, でね、正直言って面白い話があるわけよ。僕が大好きなことで生きていくっていうことを自分のお父さんに伝えたんだよね。で、お父さんが何言ったかっていうと、そんなの無理だと。ね。できるわけないよって。でも僕は頑固だったから、いや、親父、俺はやっていくんだって言って、やってったわけよ。で、どうなったかっていうと、ね。やりたいことを実際にやってたんだけど、全然お金が入ってこないわけよ。収入が入ってこないわけよ。で、お父さんは僕に何て言ったと思う？はあ、できないだろう。やりたいことでやっていくには無理なんだよ、ね、そんなのできるわけないんだよみたいな感じでボン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 、うん、言ってくるわけよ。で結局僕はどうなったかっていうと、ね、なんか落ち込んじゃったわけよ。打つまではじゃないんだけど、本当に、ね、やりたいことで生きていけないんだって。で心にすっごい深い傷がついて、何をやったかっていうと、まあ、僕のチャンネルを見てる人は知ってると思うんだけど、かなりグレーな場所に自分を置いちゃったんだよね。グレーな場所ってどういうことかっていうと、非常に怖い人がいる場所に僕は自分を置いたんですよ、ね、その仕事の中、怖い会社だったんだけど、その中の人たちから認められる、もっと働く、ね、もっと努力する、働く時間を増やすとかね、そういう感じでやってたんだけど、何が起こったかっていう、 It was a dead end、ね、毎日がすっごい辛くて、本当にモノクロでこんな人生生きていけないな、早く終わってもらいたいとか本当に思ってたわけよ。でこんな辛い経験を誰にも経験してもらいたくないって心の中から祈って、もう一回本当にやりたいことにチャレンジしてみたんだよね。だそういう繰り返しがあったんだけどね。で、今実際に、それがもう本当にね、結構何年前の話なんだけど、今実際にやりたいことで生きていけるようになって、で、本も出版できてね、で、本当にこの、ね、幸せで、で、この夢が叶ったっていうか、現実になったんだよね。で、ここで、ちょうどこの間のね、先週、ケイマン諸島でね、ビデオを撮ってね、気づいたことがあるんですよ。で、お父さんと会ったわけよ。ね、でお父さんのこの考えがかなり不幸を呼んでいたんだなって気づいたんだよね。でどういうことかっていうと、まあ、これ不幸を呼ぶ、正直ね、好きなことで生きていくんだったらマジね、この考え方を捨てないと不幸になると思うよ。でどういうことかっていうと、不幸な考え方は、ね、今すぐやりたいことで成功しないといけないっていう考え方なんだよね。で実はこれよく考えると2つあるわけよ。今すぐっていうこと、ね、それと成功しないといけないっていうことなんだよね。でこの2つが現実的にすっごい難しい、ね、具体的じゃないことなんだよね。で結構、ね、プランニングとかプロジェクトマネージメントをやっている人は分かると思うんだけど、今すぐっていつなのよ。今日なの、来週なの、3ヶ月なの、6ヶ月なの、1年後、3年後、ね、で次成功って何なの、成功って何、キャッシュフローで、ね、副収入としてちょっとお金が入ってくるっていうこと、自分が本当にその自分の給料全部それが払ってるっていうこと、それか会社がこと、ね、月収1000万、年収1000万、年収1億円、何が成功なの、ね、なのでこの今すぐ成功しないといけないっていうことをとりあえずどっかに置いとく、外していくっていうのが実はめちゃくちゃ大切なことなのね。ね、よく考えてみるとね、自分がやりたいことで生きていくっていうふうになると、まずステージがあるわけよ。
最初のステージは何をやりたいのって言ってそのビジョンを見つけ出すステージがあるわけよね。本当に自分がやりたいことを探していくっていうステージがあるわけよ、ね、例えば僕のいとこが今16歳なんだけど、ね、なんか大人の人たちがあなたは大人になったら何やりたいのって、分からない、分かるわけないわけよ普通の場合はね、この大学に行ってもまだわからないわけよ、ね、キャリア始めてもまだわからないわけよ、ね、だからこの自分と向き合う旅、自分と向き合う時間をかなりリアルに入れていくっていうことをやっていかないと本当に何をやりたいのかっていうのがわからないんだよ ね。で次のステージ、まずこのやりたいことが見つかったらね、実際にそれで上手くなっていくっていうフェーズ、このステージ、2番目のステージが入ってるんだよね。例えば YouTuber になりたいって思って、ね、じゃあ YouTube やってみようって、ね、実際にやってみるぞっていう風になると何が起こるかっていうと、 YouTube のビデオを作るのがめちゃくちゃ怖いわけよ、ね、で完璧にしたくなって時間がかけてもうできないとか言って何ヶ月も考えてよしやってみようってなってやっとビデオを撮ると、で今度何がやるかっていうとそれをアップしないとかね、でそういう感じなわけよ。で今度実際にアップしても下手くそだから再生数が上がんない、初めてやってることだしチャンネル登録者も増えないわけよ、ね、でも続けないといけないわけよ。いわゆる結果が身になってないんだけど、実際に行動を重ねていって続けていかないとうまくならないわけよ、ね、で3つ目のステージが実際に収入が入ってきて、それで、ね、中には、まあ、副収入の場合っていうやり方もあるんだけど、それはちょっと置いといて、ね、生活ができるようになるっていうこの3つ目の、まあ、ちょっと3つ目の終わりのポイント場所みたいなのがあるわけよね、いきなり給料40万円とか入ってこないわけよ好きなことで、ね、まず本当にそれは別の会社の中でやっていくのか、まずそれまだうまくないから多分その経験を5年とか重ねていくとうまくなっていくんだよね、3年とか5年とかね。で今度じゃあ自分のなんか夜の時間でやるんだったら副収入みたいな感じで入ってくるかもしれないし、ね、いろんなこの収入の入り方っていうのがあるわけよ。でその次のその後のところで収入を大きく上げるっていうこともできる場合もあるわけよ ね。例えばね、自分が本当になんかやりたいことはなんかね、あのよう分からんけど、じゃあお寿司の包丁を作るのがもう本当になぜか分かんないんだけど、それはたまらない、もう包丁作ってるのが大好きなわけよ。で包丁こう持って頑張って作ってんやけど、ね、で包丁買ってくださいって言ってんだけど、やっぱりね包丁そこまで売れないわけよ。でもいい包丁の腕は持ってると、ね、で一応生活はできると。どうしたらどうやったら収入を上げられるんだっていうのを考えてみると、多分ね、ショピファイとかで自分のホームページを作ってプロにビデオを作ってもらって、海外の人にすっげえジャパニーズブランディングハイグレードトリプル A なんとかスチールの、ね、お寿司用の包丁だぜって言って、でそれを何人か海外の人の有名な人に送って、ぜひインスタグラムにアップしてって言って、で今度それを自分のホームページにやって、見てこういう有名な人たちも使ってるんだみたいな感じでその広告キャンペーンをやるとか、ね、そうやったらマジ収入が上がってくるっていう時もあるんだよね。で大好きなことで生きていくっていう風になって、まず僕たち特に男性の人が何を考えると思うと、このまずフェーズ1何をやるかっていうのがあるわけよ。で今度その上手くなってくっていうのがあるわけよ。で今度それで暮らしていくっていうか副収入が入ってくるっていうのがあるわけよ。でその後になんか大きな成功みたいなのをやりたいんだったらやれるチャンスがあると思うんだよね。で好きなことで生きていこうぜっていう風になると、まずこの最初のステップからいきなりこのフェーズ5までスキップしてるわけよ。4とかスキップしちゃってんのよ、フェーズ4までね。いやちゃうのよ。この間の時間っていうのがあるわけよ。でこれを現実的に考えると3年から5年ぐらいかかるのね。で僕の場合は10年以上かかっちゃったわけよね。なぜかっていうと、この僕が次に言うことを知らなかったから。で次に言うことっていうのは、ね、これパラダイムシフトなんだよね。これパラダイムシフトだぜ。パラダイムシフトっていうのは、ある考え方を理解すると人生が変わるわけ。
わーってもう考え方が変わるから、結構でっかいパラダイムシフトなのね。でこのパラダイムシフトっていうのはどういうことかっていうとね、畑に米の種を入れるじゃん。米の種を畑に入れて、ちゃんと水がある、栄養がある、太陽に当たっている、で雑草がその種を殺さないみたいな環境を用意したら、何が起こるかっていうと、必ずその種はお米の苗っていうの、植物に変わるわけよ、ね、これ自分よりでっかいフォースがやってるんだよ ね。で僕の場合は全部自分でやらないといけないんだって思ってたわけよ。全部自分でこの0から100までを全部自分でやらないといけないって思ってたんだよね。でもリアリティはね、この種が勝手に育つみたいに、自分が本当にやりたいことを見つけてやっていくと、自分も上手くなっていくわけよ、自然に。そこまで努力続けてたら、無理しないでも。でその自分のステージに合う大切な行動を続けていくと、そのちっちゃい種はでっかい立派な植物、木に変わっていくんだよね。でこれがリアリティなわけよ、ね、学校の考え方とか普通のビジネスの考え方はこうじゃないわけよ、ね、学校の考え方うまくいかなかったらあなた終わりですよっていう感じなわけよ。この答えを考えられなくて、ね、この問題を解くことができない、この点数をテストでゲットすることができない、この大学に入ることができなかったらあなたの人生ダメになるよって、そういう脅しみたいな感じなんだよね。ビジネスもそうなんだよ、ね、あなたがやりたいことでやってみて、それダメだったらあなたがダメになっちゃうよって。そうじゃないわけよ、ね、ね、例えば学校のテストっていうのは自分の畑の中の一つの植物なわけよ、ね、このテストっていう植物がダメになっても、ね、自分の畑が全部ダメになるかっていうとそうでもないわけよ、ね、で仕事もそうなんだよ ね。仕事もこの畑の中の一部の大切なところだと思うんだけど、その仕事が人生の全てじゃないと思うんですよ。でこの考え方ね、これね本当にね、女性の人たちにお話しすると、そんなの当たり前よ、それが普通よってなんか怒られるぐらい僕ね言われるんだけど、この男性的なエネルギーで、ね、今すぐ成功せんといかんぞみたいな、好きなことで生きていくんやみたいな、そのなんちゅうのかな、ちょっと お茶目様、ちょっと若い子のエネルギーみたいな感じやねんな。ここがギャップがあるんだよね。でこの女性的なエネルギーっていうか、ね、女性の方たちとか女性エネルギーを感じられる人はすっごいすぐ分かるのは、そうなのよ、ね、自分がやりたいこと、幸せになるっていうこと、やりたいことで生きていけるような、生活できるようになるっていうのは種なんだよね。でその種を実際に自分の畑に入れるわけよ。でそれを見守ってあげないといけないよね。ちょっとずつ伸びていくわけよ。で最初は水が多いステージとかあるかもしれないし、ちょっと大きくなったら今度雑草を切るステージとかあるかもしれないし、ね、これをちゃんと太陽をあげないといけない、水をあげないといけないわけよ。ちゃんとそこの面倒を見てあげないと種は大きくならないんだけど、それをやっていたら種は大きくなっていくわけよ、ね、でこの最初の種を入れて3ヶ月で、ね、米って春に植えて秋に取るものじゃん。米を入れてね、3日ぐらいの後に、なんで好きなことで生活できないの、なんで好きなことで収入入ってこないのって思わないでしょ。思わないよね。自分もそうなのよ。自分の人生でやりたいことをやるっていう種を入れたら見守ってあげないといけないわけよ。ね、雑草から守ってあげないわけよ。雑草？どういう雑草ですか？まあ2種類の雑草があるんだよね。一つの雑草は自分でその種を殺すっていう雑草やな。自分でそんなの無理だよって言って自分で自分の行動を止めちゃう。悪い？やりたいことがあったら、よし、じゃあやってみようってなって恐怖を感じないって、それをやってたらそれ上手くなっていくわけよ。
で問題が出てきたらそれと向き合って、なぜこれうまくいかなかったんだろうって考えて、でその問題を乗り越えていったらまた次の問題やって、同じことを繰り返しているわけよ。成功しても成功するまで同じことをやってるわけよ、ね、でもね、この今すぐ成功しないといけないっていう考え方を持っていると、ね、ちょっとした問題があって、ね、クリアしてみようって頑張ってやるんだけど、クリアできないとか、そうなるとどうなる？私にはできないんだって思い始めちゃうわけよ。これ最初のステージ、やりたいことが見つかんないっていう時も同じだよ。やりたいことが見つかんなくても大丈夫っていうマインド持たないと、ね、やりたいことが見つかんないから私ダメなんだって、どうやったらそれが見つかるんだろうって、そっちの方向じゃないわけよ。私には無理なんだって言っちゃうから、まずこの種を守るのよ、ね、で他の雑草は他の人の意見だよね。他の人がこれお前そんなの無理だよ、それやめときなよって、ね、やったこともない人が言ってくるわけよ、ねね、やりたくないことで生きている人がね、やりたいことはできないよっていうアドバイスをくれてるわけやろ。論理的に考えようよ。やりたいことでやっている人がアドバイス入れたらアドバイス聞いてもいいんだけど、やったことがない人がいやそれ無理だよって言ってくるわけよ、ね、そのような雑草をとか考えを守らないといけないわけよ、自分の種を、ね、で正直言ってこの3年から5年ぐらいはかかってもいいわけよ、ね、でいつスタートするのかっていうことなんだよ ね、まあ、ね、このような感じで本当にやりたいことで生きていくっていう風になったら、ぜひですねビジョンプログラムでこういう本当に具体的にどうやって何を見つけていくのか、見つけた後に何をすればいいのかっていうことを結構カバーしています。でスタートキットっていうのを作ったんですよ。本当にこれはどういうことかっていうと、メンタルだよね。自分がやりたいことで生きていくっていう風になると、自分がやったことないことを学ばないといけないんだよね。ね、勉強するとか、やりたいことをやるとか、しょうがないことをやるとか、ね、いろんなこの分からないから、その分からないこと、僕が本当に10年とか15年前にこのようなアドバイスを自分に言えること伝えることができたら本当に幸せだったっていうのを、コースにしたんですけど、どっかにリンクがあると思うので、ぜひですねリンクをクリックして、もっと YouTube で話していることよりもっと深いことなんですよ。 All right, so that's what I wanted to say、ね、好きなことで生きていくっていうことはフェーズがあると、でいきなりその0のフェーズからフェーズ4とか5とかにジャンプしない方がいいんだよ ね、今すぐ成功しないといけないっていうのは、この考え方は結構自分を不幸にさせる考え方、ね、まず好きなことで副収入が入ってくるとか生活ができるとか、ね、その後に収入を変えていくっていうこともできると思うんですけれども、まずこの時間をかけるっていうことを忘れないで、1日10分でもいいからやりたいことを続けていくっていうのを忘れないでください。 Alright, thank you so much for checking out this video. I love you guys and I'll see you next week. ありがとう。